ファイサル一世、ビンアルフサインビンアリーアルハーは、第一次世界大戦期に起こった、オスマン帝国に対するアラブ反乱の指導者であり、初代シリア国王、初代イラク国王、ファイサルイブンフセインとも呼ばれる。ハイム・バイツマンとファイサル一世真っ赤のシャリーフで、後に、ヒジャーズ王国の国王になるフサインイブンアリーの三なんとして、真っ赤で生まれた。兄弟には、 後のトランスヨルダン王国初代国王アブドゥッタ・アイス・セイラがいる。イスタンブールで少年時代を過ごしたファイサルは1913年にオスマン帝国議会におけるジェッタの代表となる。第一次世界大戦勃発後、当時アラビア半島を支配していたオスマン帝国と戦争状態に突入したイギリス軍はバスラに上陸した。アラブ人たちの間でも イギリスに呼応して、オスマン帝国の勢力をアラビア半島から一掃しようという機運が高まる。1916年、ファイサルは軟禁されていたトルコを脱出して後、父と共にオスマン帝国に対する反乱を起こし、1918年にはダマスカスに入場している。ファイサルはパリ講和会議に出席、第一次大戦中に、父とイギリスが締結していた。 フサインマクマホン協定での約束通り、アラブ地域全体をハシミテ王国とすることを要求したが、サイクスピコ協定との絡みから受け入れられることはなかった。1919年1月3日、ファイサルはシオニズム指導者、ハイム・バイツマンとファイサル・バイツマン合意を締結した。ファイサルはバルフォア宣言を受け入れることになる。サッスーン・エスケルのように閣僚にも、 ユダヤ人が多くいた。1920年3月8日に、ダマスカスのアラブ民族会議により、シリアアラブ王国の国王に選出され、兄のアブドゥッター一世もイラク王に選出された。しかし、フランスとのフランスシリア戦争により、7月24日にシリアアラブ王国は占領され、ファイサルはダマスカスを追放されることになった。その後ファイサルは、 イギリス委任党治療パレスチナ、イタリア王国を経て、イギリスに亡命し、イギリスの保護下に置かれることになる。アラブの反乱から、このシリア追放までの経験を通して、ファイサルは自分の限界と立場の弱さを思い知り、現実主義的な政治家になっていったという。また、アラブ反乱の経験と、英国交換との密接な関係に基づき、イギリスとの良好な関係を享受していた。 イラク国王大冠式のファイサル一世1921年3月に始まったカイロ会議でガートルード・ベリュラの主導するイギリス委任党治療メソポタミア創設と当時36歳のファイサルの国王即位が決定され5月に彼はいくつかの留保と共にイラク王の立場を受け入れた同年6月にイラクに上陸し数週間のうちに 国民投票で96%の支持を得て、8月23日に不足意する。当時、ファイサルへの熱狂の欠如に関わらず、他の大対案がなかったこともあり、組織的な反対は起こらなかったという。なお、ファイサルは、ムハンマドの初孫、ハサンの子孫シャリーフに当たるが、イラク国内には、フサインの子孫である、フセイニーへのサイードが多数存在する。 1922年にイギリスイラク条約に反対する勢力を支援したために、初代イラク首相のアブルラフマーン・ガイラーニーは辞任した。しかし8月にファイサルは中水炎を患い、翌1922年9月まで公務から離れた。ファイサルが闘病中の間に起こったキッチナー・コックスによる条約反対派への弾圧により、 イギリスの条約への強固な意志を思い知ったファイサルはガイラーニーを首相に復帰させて条約への指示を宣言した。1924年6月にイギリスイラク条約をイラク側が批准。1930年6月30日の新イギリスイラク条約においてイギリスよりイラク独立を約束された。1932年10月にイラクは 国際連盟の委任統治終了により独立して、イラク王国が成立する。ファイサルの人的魅力と鋭い感性は、イラクでの自らの権威確立に貢献したが、その鋭い感性は、その晩年に、彼の築こうとした国家の不安定な基盤を形成する分裂した社会を熟慮した際、彼を絶望させたという。1933年、その前年に、 国連の自治権承認に失敗したネストリウス派、キリスト教徒のアッシリア人とイラク軍とのいざこざが起こった。アッシリア人が長期にイギリス軍と関係があったこともあり、このアッシリア人の自治運動がイギリスの仕業と信じ込まれた末、同年8月にバクルシドキ率いるイラク軍とクルド人によるアッシリア人の虐殺が起こった。国内ではバクルシドキと イラク軍を歓迎したが、この事件によりファイサルは体調を悪化させ、同年9月にスイスに療養に向かうが、同地に到着して1週間を経ずに死去した。臨終は、ヌーリーアイコールサイードトルストムハイダルが立ち会ったという。ありがとうございます。